どうも、高井です。朝一読書が一番集中できて冴えている。私自身朝の3時4時頃から起きて本読み始めて、5時から6時くらいまで本読んでる。で、ビデオカメラを5時から6時くらいの時から前に設置して、こうやってビデオカメラに向かって喋りかけている。これは朝早く起きれたらそうするんだけどね。起きれなかったらやりません、そういうの。それで朝と昼と夜と本読む時のエネルギーの違いについて話したいんですけど、昼と夜っていうのは、昼だとこう本読んでるんだけど、まあとってちょっとしがちになる。だから新しく買ったばかりの本、もしくは気に入って何回も読みたいって思ってる本であれば続くと思うんだけど、分厚い本、難しくて分厚い本というのはまあ難しいよね。夜なんて特に難しいよ。買ったばかりで気になってる本だったら、もうすごいね、目の集中力というかはっきりした目で読めたりはするんだけど、やっぱ朝にかなわないよね。だから分厚い本、難しい本っていうのは朝にます。そういう時が一番集中できるし、たとえ集中しきれなくて読みきれなかったとしても、挫折なんて当然あるもんだから、じゃあ次の日回そう。で、その日もダメだったらまた次の日回そう。で、挑戦繰り返していく。それが一番の方法だと思うので、挑戦してみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。